このダンスはロボットになった気持ちで踊ってみましょう。首は大きくはっきり動かしましょう。膝もしっかり曲げましょう。足の裏で地面をしっかり押します。今度は首を動かしながら真横を見ます。足を上げると片足でバランスを取ることになります。しっかりバランスを取りましょう。太ももを上げたらピタッと止まってみましょう。ダンスらしくなってきますよ。ロボットの体は硬い金属の鉄でできています。体が鉄になったつもりで歩いてみましょう。膝を曲げながら手は上に大きく伸ばします。膝を曲げた時に横から見てつま先より膝頭が前に出ないように気をつけましょう。かかとを床からしっかり上げてつま先立ちのまま動きます。かかとを下ろす時は丁寧に静かに下ろしましょう。かかとを上げるとふくらはぎの筋肉にキュッと力が入っているのがわかりますか？前に向かって手をしっかり伸ばします。体の向きを変えてみましょう。体の力を抜いてリラックスします。頑張って動くとどうしても力が入ってしまうので、時々こうやってリラックスをすることが大切です。右手と右足、左手と左足、同じ側の手と足を一緒に前に出しましょう。
体を大きく自由に動かしてダンスを楽しみましょう。